この番組ビックリマンのエクストララジオは岩手県花巻市が生んだヒップホップスタービックリマンのメンバー5人が b ボーイのリアルな視点で痛快かつドープなトークを繰り広げます。聞くだけでポジティブになり運気や健康状態が良くなると言われています。それではイッツショータイム。聞きたくなってきた。いや、聞きたいよな。聞きたくなってきた。聞きたいっていうか、あのボタン、あのボタンどうかやったっけ。クソダバでした。なんか聞いてきたな、おい。あれ？あれ？エクストラージオ。びっくりなんだ。エクストララージオ。野菜を食べるなら玉ねぎがいいよ。みなさん、ウォーク。イエー。やっぱ玉ねぎが。何があるんですか、玉ねぎは。なんでなんで、効果があるし。効果なんか、血液とか、うん。サラサラ。サラサラするし。うん、新玉の時期なんで。なんかあった。生で食って。いや、特にない。いきなりなんか野菜の。特にないけど。なんかやっぱ健康とか大事だから。まあね。そうなんだよ。そうなんですね。血液は大事だからね。血液はやっぱり大事なんで。ね、玉ねぎを。毎日食べてるね。すごい。そうなん。毎日食べてるの。毎日。いつから？一昨日ぐらいから。一昨日ぐらいから。なんかあった？いやないない。ないんだけど。そうなん。なんか、ね、初めて聞いたよ。もうスカッシュから。溜まってるんだよ。そうなんだ。スカッシュから口からね、うん、野菜なんて出てくるなと思ったの。いつもね、ラジオの収録の時ひねり揚げ買ってくるのに、ね。そう、ひねり揚げとかは、うん、そういうやつだったのに、ね。うまいんだけどね。何かあったのかね。なんか振られた？なんかあった？振られたってなった。女子高生に振られた。あの狙ってた女子高生に。やば。塗り悪かったもんね。そうか。体から見直そうっていう。血液から。血液から。男は血液から。血液レベルだね。間違いねえな。なんすよね。それは間違いない。もう健康はね。信頼につながりますからね。そうなんですよ、ね。そうだね。やっぱり心身ともに。そうだよ。健康が一番です。40ですからもう。だよね。結構、おじさんだから。うん、実際おじさんだから。なんか、自分がなんか動いてるとことか、あの、カメラとかで映したことある。ああ、ええー。最近。最近ないかな。動いてるところ動いてる。うん、なんか自分が走ってるとか、ああないな、スポーツみたいな、うん、俺一番なんかそれ自分の動いてるあの姿見てショックだった映像は、うん、あのなんだっけ、あのさ、あの野球3人野球したじゃん、はいはいはい、あの PV、 うん、チンタクの、あ、チンタクの PV で結構ダッシュしてるつもりだったんだけど全然足上がってないし俺の思ってる 30% ぐらいしか、確かにあの時結構きつかったな、うん、そうだよね、うん、そうだよね、多分ね、愚かな動きになってるから足とか持つもんだ、そうだよ、愚かもうちゃんとやっていかないと、ね、確かにね、で俺もね、あの歩いて移動することが多いんだけど、うん、はいはい、あのギリギリでこう赤信号がさ、はいはいはい、歩道のさ、はい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 、あの赤信号、うん、やばいやばい赤になるって急いで走ろうとするときは、うん、間に合うことよりもあの走り方の方を気にしてる試すより試す、あのサラリーマンのおっさんマジやみたいな、すげえ変な走り方してる、むずいね、むずいむずい、うちらを目撃することあるじゃん、はいはい、確かにね、それじゃないことを、これ正しい走り方何なんだろうね、その都市層であり街中であり、あの、ね、サラリーマンの格好してるこの走り方ってさ、アスリートみたいに走られてるの困るじゃん、急にね、もも超上げてさ、革靴でねすげえ速くても困るじゃん、確かにかっこいいけどちょっと違うもんね、うん、むずいね、確かにそうだわ、難しい、難しいな、うん、その運動会やりたい。サラリーマン1位を決める。全員スーツで。コンクリートの上の競技。速さとかじゃねえから。サラリーマンっぽい。それいいな。風船取るやり方だ。
子供がめっちゃいいジャンプしてそれやろうよ審査員の社長何人か君いいねサラリーマン5番の彼はいいねみたいな部長っぽいねあの柱部長サラリーマンの立ち振る舞いそれいいねやりたいなあり得るな可能性あるな難しいどうしたのいきなり元気ならいいよね、うん、そっかよかったなんかねそっかそっかもう傷つけたくないじゃんそうだね難しいのことね何か、まあ、まあメールとかも来てるしいいメールを紹介するかね、はい、しましょうまずはああもういきなり、うん、か先に紹介してみますねどうしたどうしたなんかいいですメールやっちゃおうよやっちゃおうって、うん、どうした行っちゃおうよちょっと久しぶりに来てるんでいきなりねはい、はい、ラジオネームマグロ山本 AKA チーム友達んこうーわー今のいいのかうわうわ名前に下ネタついてますけど俺らより年上だったよね多分ねいやーしやばいね心の健康が見えますね久しぶりに来ましたね心が健やかだな健康なんだろうね何も気にしないで素晴らしいそうだねやらせていただきます、はい、ビックリマンの皆様そしてリアバンパー様はじめヘビーリスナーの皆様お晩でございますそしてお久しぶりでございます。ここのところあれだったりしてなかなかリアタイで番組を聞くことすらできず枕をあれでガビガビにする日が続いておりました。本当に申し訳ございません。さて今更ですがニューアルバム誕生本当にいいですね。自分のアップルミュージックにおける月別ランキングでは常にビックリマンさんのタイガーマスクとほぼビックリマンさんの兄弟かっこイメシンユニットナメダルマさんのバッツモンタージュが競り合っております。先日はとうとうバッドホップ越えを果たしました。おめでとうございます。そんな私ですがタイガーマスクを聞き涙しこんな自分でも何ができないかと思うようになり情報収集フィールドワークということで東京はウグイス谷方面へ出かけてきたのですがちょっと高級な銭湯では特にこれといった情報を得ることができず再び深夜バスで帰宅したところでした。そんな道中ふと見た YouTube でビートメイクについての動画を見てこれだと雷に打たれたような衝撃はありませんでしたが非常に楽しそうだなと思いました。気になって他の動画も見たのですが赤いのライブ2とかってマシンを買えばいいのでしょうかね。でも調べたら16万円くらいもするようで子供部屋おじさんの僕にはとっても買えそうにありません。でも一日も早くグリーンアサシンダラーさんを超えなければならないのでそんな僕に何かアドバイスをよろしくメカドックなんじゃいすごいなすごい、ね、相変わらず全然入ってこねえなどこまでが本当なのか分かんない何のアドバイスすごいなあったあの人であったよなあの人なめだるまとか聞くあの二人のどっちかだもんねいやーすごいなスキルすごいなすごいねいやすごいすごいスキルだよ、ね、ビートメーカーになりたがってましたね最後の方はね、うん、けど高いからあ高いよね高いからねいやどうしたらいいか分かんないけどやっぱりいいねやっぱり山本さんはいいですねいいですねいいですね、うんどこでこのメール書いてんだろうなとか考えたいフィールドワーク電車の中とかで書いてんのかなすごいなアドバイスはまあねラッパーの方が合ってるんじゃないですかっていう、うん、曲とか歌詞とか提供してほしいインフォはなくてもいいからこの文章をぶち込むみたいないい、ね、リックなんかどうですかリックを書くとか、うん、あいいですね。どうですか、ね、それいいですね。待ちしております。すごい。すごい。
メールにこんなボリュームあったのに、ね、コメント超少ないか十分十分ですよ、もうすごいよ、すごいお腹いっぱいなっちゃった、ね、玉ねぎ食わないとそうだね、危ない危ない、あ、そうだそうだね、玉ねぎ食ってリセットしないとやばいやばい、最近びっくりした言葉は血で血を洗うこれ怖くないですか、恵比寿です、怖え、怖いことだね、物々しいな、怖い、さっき運転してここに来る途中で暴走族に会いましたマジで、ああやっぱりテンディです、いるんだ、なんかすごい音してたもん、やっぱり俺ここにさ止めてさ、うん、出ようとしたらファン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 みたいな、なんだと思って、なんかどっから聞こえてんのこれみたいな、やっぱ聞こえてた、なんだと思って、俺運転してくる時にさ、あの遠くになんかチカチカしてる、あの赤となんかいろいろ光ってたのね、はいはい、な工事現場かなと思って、はい、道路の横あたり、はい、工事現場かなと思って走ってたら急に動き出したからそしたら5、6台のバイクで5、6台もいるんだゾッキーだね、やばー、わーと思って、ゾクだ、ゾクだ、前を行ったの、前、俺の前を、危ない、煽られるの、危なかった、おい止まれや、怖かったいるんだな、久々に見たよ、怖かったな、高速道路かと思ったわ、でもなんかすごいテクニカルだったね、へなんかこうエンジン音でリズムを聞いたんだけど、はい、そんな感じだったよね、すげえ、なんかあれどうやってんのかなと思って、スクラッチだよね、なんかスクラッチな感じだったよすげえな、リズム刻んだ、ね星の栄養素はスルフォラファン。ちょっと分かんない。何言ってるか分かんない。もう一回言うね。スルフォラファン。最初の髪の句は何つった？星の栄養素ね。星の栄養素。初めて聞きましたね。ビタミン C ぐらいしか知らないですけど。そうだね。スルフォラファン。うん、わかんない。スルフォラファンは、あの、ブロッコリースプラウトに入ってるから。ブロッコリー人気だよね。ね。スプラウト。うん、そう、スプラウト。あれだ。こう、そうそうそう、細いやつ。細いわれ大根。はいはいはい。うん、はぁ。そうなんだ。うん。いや、なんか健康を気にしてるやつもいるしさ。ああ、そういうこと。みんな気にしてるよね。ね、そう。気になるね。うん、食べようぜ、パーティーしようぜ、ポン酢です、玉ねぎはまた言ってまただ、辛味成分が体にいいんですよ、だからあんま水にさらしたりするとあのその成分が溶けちゃってあの栄養を摂取できないから、さらっとこう皿に置いて冷蔵庫とかに入れといた方がいいかもね。バーン。ね、ダジャレ？ダジャレ言いたかった。さらっとさらっと。もう事故だな。すごい。ダジャレ言いたかったんだ。何重にも、ね。玉ねぎの知識しかないじゃん。さっきから聞いて、ね。そうだね。興味あるのは玉ねぎとハンターハンターぐらいなんで。最近ニートみたいな生活してんな、なんかよくわかんないけどニートみたいな、そんなわけでやばいわ、そうだ、そんなわけで先週から、ね、先週先々週かからまあ、ああそう、曲について新曲夏のチャライサマーチューンを考えてて、うん、作ってってるわけですけど、うん、まあ続きをおのおのみたいな感じで、うん、撮ってきたんですよね、うん、撮ってきたね、撮ってきたんですよ、これビーチでパンナーの前回は1番というかまあワンバース目を撮ってあとフックまで考えたところで終わったんですけど、そう、ね、まあ、2番、うん、2バース目、そう、ね、結構ツイッターとかでも、うん、天童足の匂い嗅いでますけどね、ちょっと今体勢直したら癖だった夏
だね。夏だね。夏だね。ごめんごめんごめん。あ、いいよ、続けて。続けて、続けて。こう、なんかみんな、表、なんかね、食いついてたよ。あ、そうだね、ツイッターでも。よかった、と思って。タッキナルディさんがパンナーってなんだっけ。なんかわかんないけど。ビーチでパンナーって何ですかねって、リアバンパーさんが教えてた。やっぱ。ナンパのことです。だね、あれ、ほんわかしたよ。ほんわかした。あの絡み。パンナーってでも言ったことないし、うん、実際。パンナーって。パンナーしようぜ。って言ってるやつも見たことないし。でもまあ、これから、今年の夏から流行ってくると思うんで、多分。それでいこう。パンナーが。じゃあ、ちょっと、まあ、ね、や、聞いてみますか。まあ、聞いてみましょう。どんな感じになってんのか、取り直ししたりね、うん、で、あの全部並べてみましょう、はいはいはい、いうことですね、はい、さあどうなってるか、どうなんですかね、結構ちゃんと聞くのも俺らもそうだね、そうですね、初に近いんで音量はちょっとバラバラかもしれない、はい、行きまーす、はい、イエーイエー、パンダパンダ、できるだけ派手なやつ燃やす心のタイマー、潮の香りがチャイマーザー、花火立てきるさながらカマキリリュウジ、オラオラ今年もやってきた油取り紙で抑えるとかとか出始めるサスパンソン、正面次はレーザーレーサー、夏海ときたらパンダ、見てこのタトゥーシール柄はマンダラ、ギャルはマッチョが好きだから、ジャンプの裏を見てギャルがスパンダ、俺がエスコートおごるよ、もう次性的な君のために用意したプラン B、 俺の白い肌赤肌の頃の君は頬を染めるだろうパンダしてフィッシュを連続してる。夏はビーチでパンダ、ゲットする君のテレフォンナンバー、もしよければ俺どこに、線香花火しませんか、ブロッセルボール、この盛り上がりまるで潮騒、君のうなじに宿かり乗せたい、今夜の俺が隣に待つ君はシャーッチするインディアリー、友達のランディング地でパンナしてフィッシュボーンそのマジリのハンデブーいい曲になってたフィッシュボーンフィッシュボーンチェックメイチュー曲をねちょっといいですねいいね撮り直したんでフィッシュボーンいいねなんかあまりになんかこう女性っぽくすぎたんで、はい、ちょっとムーミン、あ、ムーミン、ムーミンさん風に歌ってみた。なるほど、なるほど。じゃあそう、そういうイメージだったの。ちょっとね、これはまあこれからまたいろいろいじくり倒して、ね、夏に面白いな、うん。夏前にちょっと出したいですね。この後に。まあどうだろうね、まあ、掛け合いか掛け合いか、うん、そうだね、そう、そうだよね、期待感だね、うん、でまあね、まあ、あとはね楽園ベイベーをちょっともう一回聞いていやでもやっぱよくできてる、ね、すごいよね、だしすごい、あのやっぱ普通にかっこいいしね、あのやっぱあんなに歌える曲って結構すごい、うん、すごいじゃん、カラオケとかで歌ってみんな、うん、あーってなって、ね、みんな歌えるし、うん、あの構成は本当にすげえなって改めて思ったね、うんうん、それは売れますわっていう、売れますね、バラエティ豊かなね、うん、フローで、うん、そうなの、すごいよね、あのバースの全員のハマり具合というか、うん、そうだね、あれはなんか改めて聞き直して感じたというか、うん、
全員違うって結構珍しいもんね。うん、違うのにすっげえハマってるんだもんね、うん、全部が。確かに違うけど何かこう統一感が、ね、あうん、でフックで持ってくみたいな、うんうんうん、この曲も、うん、ちょっとパンナーソングとして、そうだね、みんなの追いつけ追い越せ、ね、みんなの心に追いつけ追い越せ、パンナーをしようとしてる人の応援ソングとしてパンナーのビーチでアバンストラッシュ行ってましたよ。ダッセービーチでアバンストラッシュしてるでしょ目の前で、ね、ダッセー飲みませんかっつって何それわかんないんだけど、ダッセー何アバン何みたいな、アバン知らないとか言われてみたいなね。ちょっと徐々に仕上げてって、うん、じゃあまあこれはまあ最終的な形はまあリリースして、そうだね、弾いてくださいっていうことでね、ちょっと詰めていくんで、そうだね、なんかライブも結構多いんで、うん、6月ね、今日がっていうかこの放送日6日で8日が茨城日立杯という、うん、ガッティ、はい、あのガッティさんの、あのガッティ、そうです、去年の UMB、うん、チャンピオン、チャンプ、全日本チャンピオン、楽しみ、すごいよね、率いる茨城チームのイベントに、うん、MC バトルイベントだったよね、ね、うんうん、結構そうそうたるっていうか、うん、楽しみだな、そうです、茨城ですね、そう。俺らしか会ってないんだもんね。前、俺は前盛岡に会ってことない。盛岡のジャムのイベントで、うん、そうだよね、ゲストで来て、うん、俺と恵比寿と神田しかいなかったんだよ、うん、その時に。そうね。なんかそうそう、他のイベントに DJ で行ってて、はいはい、うん、ね、そうだそうだ。会ったことない。そう、すげえ意気投合。その時に、うん、そうだね。会ったことない。会ったことないけど、ガッティ君はいつもレックスであのガッティ君の投稿を見て、はい、なんか飲みすぎて財布がすっからかになったみたいなそういうのばっかり見てるから個人的にはすごいな、うん、会ったことないけど親近感、あ、いや絡んだこともないけど、いいですよね、いいですよ、男の中の男ですね、みんな仲良くなって楽しみです、初だしね、そうだよね、初なんだよね、そうだね、初だね、いやすごいよな、まあね、バトルイベントで、うん、バトル MC にサイプレス上野さんとか、うん、やべえ、エントリーしてる感じで、これはすげえなね、あれ恵比寿さんも、俺もエントリーしました、そうだよね、エントリーしたというか、なんか、うん、なんだっけなんだっけなんだっけ、隠れキャラみたいな、あ、はいはいはい、みたいなので呼ぶつもりだったけど、俺はもうエントリーしてあ、呼ぶつもりでしたみたいなあ、そういうこと、そうそうそう、エントリーしたら、前のでいい、うん、シークレットってことでいいっすかみたいな、発表されてるんで、発表されてるで、そのシークレットの中にランチタイムのゴッチさんもいたり、やばい、結構ね、やばい、レベル高いっすね、やっぱ関東に近いっていうのもあってね楽しみだな、熱が高いっすね、楽しみだな、その中でね、ライブして、そうですね、ライブして、ちょっとで次の日もね、そのまま関東を突き抜けて、はい、東京、葛飾、ルートラウンジ、金町ですね、金町に近い人はぜひね、昼の3時からやってんだよね、うん、でライブが8時ぐらいかな、だね、確かそうだ、うん、初めて、これも初めてだね、葛飾、うん、葛飾区、亀有、ね、公園前の葛飾だでしょ、うん、葛飾区に足を踏み入れるのが俺初めてだ、ね、なんか意外と多分都内っつうか、あれだよね、ちょっと遠いんだよね、確か、うん、うん、上の方面なのかな、なんか渋谷とかあっちからちょっと時間かかるっぽい、うん、かかるっつってもまああれだけど、うん、そうなんだね、めっちゃ楽しみです ね、 ですね、これはちょっとね、これあれだね、
あの移動中とか、はいはい、至る所でラジオ撮って、そうだね、撮ろう、うん、生々しいやつをお届けできたらと思ってますね。それ全然出てねえじゃんみたいな。そうだね、ちゃんとスケジュール組んで2日目でーす。そうだね、タイトだからね。そうだね、こんなんなかなか久しぶりっていうか、うん、2日連続みたいなライブ、うん、そうだよ ね、 ね、もうちゃんと生きて帰ってきた。目標は無事に帰還するっていう。あと旅中にこうなんかやったら面白いんじゃないか企画っていうのも、はいはいはい、思いついたら、まあ、土曜日までに X で、そうだね、ちょっと投稿してほしいです ね、 ね、なんかあればめっちゃ、うん、片透かしを長者原パーキングに置いてくる。だいぶ序盤だね。だいぶ序盤だよ。全然もう岩手出てすぐでしょ。俺らも困るじゃん。困るわ。ハッチハイクで来たわ。片透かしはつけるのか。というわけで、なんかもし、うん、ね、遊びに来れそうな人いたら、あ、そうだね、ぜひゴジラ丸さんとかもお待ちしておりますんで、はい、なんか何かね、はい、馬鹿洋介さんとかも、そうだね、はい、関東圏に近いお友達は、うん、お友達も、いや、そうだ、いや、行って、行ってくるぜ、行ってきてくるぜ、玉ねぎ、いや、いや、はい、エクストララジオ。